県内のインフルエンザの感染者数は二十点一四人と前の週よりわずかに減少し、新型コロナとともに横ばいの状況が続いています。県内で今月十七日までの一週間に確認されたインフルエンザの感染者数は一療期間あたり二十点一四人で前の週より零点八五人減少しました。地域別では大崎が 27.7人洗濯が23.29人石巻が21人などとなっています感染者の8割以上が14歳以下です県は春休みや新生活のスタートで環境が変わると体調を崩しやすくなるため外出後の手洗いなど対策の徹底を呼びかけています 一方、新型コロナは1医療機関当たり11.96人で前の週より0.14人減少しました。